伊達さん、任務参加の決断感謝するわ。いえ、任務ですし、私にしかできないことですので、やれる限りはやれたらいいなと思っています。例のキャンサーは昨日 31C が発見した場所からは動いていないわ。神崎さんの決死の攻撃が功を奏したようね。他にも多数のキャンサーが確認されているの。 31D は伊達さんをキャンサーの元まで無事に送り届けて。司令官、今回の任務だが、やはり私たちも伊達と戦おうと思う。近距離戦闘は厳しくても、私やイロハちゃんなら援護射撃が可能です。トランスポートを活用すればヒット&アウェイも可能かもしれないさ。ギリギリを楽しめそうだしな。アカリッチを一人にはさせねえっすよ。皆さん、あなたたちならそう言うと思っていたわ。出撃前に医務室に寄りなさい。どうしてだ。伊達さんに提供してもらった血液からキャンサーの高毒血清を生成したわ。もっとも5人分しかないけれど、ドームに持って行ってもその量では焼け石に水。確実にキャンサーを叩くためあなたたちに託すわ。ただどこまで効果があるのかは実証できていないわ。だから体に異変を感じたらすぐに退避しなさい。キャンサー討伐の可能性を少しでも高めるため、あなたたち 31D に託します。いいな、モルモットの気分だ。いや、十分だ。これで私たちは伊達と一緒に戦えるのだからな。伊達さん、よろしく頼むわ。はい、頑張ってみようと思います。では医務室に向かおう。血清を打てば伊達と共に戦える。血清ってやっぱり注射すかね。はい、注射を打つのは得意だけど、打たれるのは苦手さ。痛くてもちゃんと痛いの痛いの飛んでけーをしてあげますよ。血清とはいえ伊達の血を体に受け入れるのか、不思議な気分だぜ。すみません、皆さんの体を怪我してしまうことになってしまって。こうは考えられないか。我々は血を分けた家族になるのだと。あら、それはとても素敵ですね。二階堂さん、さあ急ごう。はい。毒か、気合でなんとかならんもんかの。強い守護霊の力を感じる。失礼する。 31G の皆さんですね。手塚司令官から話は聞いています。あ、よろしく頼む。やっぱり注射すか。はい、痛くないから安心してください。信じるさ、信じるさ。痛いっす。嘘つきさ。なぜ色ぼえさ。次はの声、 31D のみんなでござるか。ダメですよ、アデルちゃん、横になっていてください。え、神崎さん、ここで治療していたのか。すまない、うるさくしてしまった。寝っぱなしで退屈していたところでござる。さつき、どの、肩を貸してほしいでござる。
神崎、大丈夫なのか？拙者、忍者でござるよ。毒への耐性くらい持っているでござる。目は見えていないままでしょ。忍者は気配で周囲を探ることくらい。朝飯前でござるよ。神崎さん、先生、結成は？打とうとはしましたが、その伊達殿、拙者、注射は苦手なのでござるよ。そんなことを言っている場合ではないだろう。五本でござる。生成できた結成は五本。ならばそれはキャンサーとの戦いに赴くみんなに使ってもらいたいのでござるよ。ですが、その毒は進行して。伊達殿。はい。力が及ばず、申し訳なかったでござる。でも、恥を忍んで、お願いするでござる。子供たちを、助けてほしいでござる。キャンサーを、どうか、治してほしいでござる。神崎さん、やれる限りのことを、やってみたいと思っています。よかった。山脇殿に伝言を頼んだでござるが、自分でも言うことが、できたで、ハーデルちゃん！大丈夫です。眠っただけです。伊達、しっかりしろ！神崎は大丈夫だ！でも…おい、やる前からギブアップしちまうのか？ここにはクロロホルムだってあるんだろうし、すぐ楽にしてやれるぜ。いえ、まだ手はあげません。やれる限りのことはやってみますので。ああ、そうだな。すみません。美琴さんの血清は神崎さんをベッドに運んだ後、すぐに打ちますので。おい、こっちの方が任務に出なきゃいけねえんだから、急ぎだぜ。美琴、口を慎め。睨むなよ。軍属として至極真っ当なこと言っただけだろ。サン1D 総員、ヘリポートへ集合してください。ほら、お呼びがかかった。二階堂、先に行ってろ。揃って遅刻するのも間抜けだろ。わかった。行くぞみんな。はい。携帯食に目指しを準備しとくさ。ふぶきっち、注射は痛くないっすからね。大丈夫っすよ。ふぶきちゃん、頑張ってくださいね。お疲れ様です。任務地までは私がお送りします。ああ、よろしく頼む。私がやらないと。無理でも、やらないと。ドームの人たちのために。神崎さんのために、みんなのために、やらなきゃ。すまない。大丈夫か？いきなり背中に文字を書かれたら、立ってられなくなります。ほう。文字だと分かったんだな。はい。一生と。よかった。私が思っていたより落ち着いているようだ。え？先ほどの神崎を見て、気負いすぎていないか心配していたんだ。私たちもあかりちゃんの抗体をもらいましたから、
どこまでも一緒ですよ。キャンサーを倒してドームのみんなも救うっすよ。アイナたちが打った結成の効果も証明できれば一石二鳥さ。皆さんありがとうございます。さてそろそろ時間だが、巫女はまだか？あ、来たさ。待たせたな。結成の注射めちゃくちゃ痛えじゃねえか。我慢できて偉いですよ。これでみんな揃ったさ。よし、では 3-1-D 出撃するぞ。了解です。